有坂先生をお連れいたしました。うむ、入りたまえ。失礼します。忙しいところ悪いね、有坂くん。え、いいえ。今日はいつにも増してビクビクしてるね。野上先生に何か言われたのか。いえ、そんなことは。そうかい。みんちゃん、コーヒーを入れてくれ。聞こえたろ。イエス、ボス。悪いね、いろいろと誤解も多いが、決して悪い子ではないんだ。私がサーズを辞めると言ったら勝手についてきたくせに、今の環境がどうも気に入らんらしい。学園長も元サーズなのですか？ん？言ってなかったか？まあ元サーズといっても分析や医療関係の仕事をしていたからね。他の連中とは少し違って見えるのかもしれんね。ああ、だから白衣を。そうだ、白衣は長いこと着続けて、もう皮膚の一部のようなものだし、こうして学園長の椅子には座っちゃいるが、この学園の保健医でもあるからね。保健の先生なんですか？保健の先生って言葉の響きは嫌いじゃないが、少しイメージと違うかもしれんな。ほら、うちの学園は少しばかり特殊でね、中にはシャレにならない大怪我をする子もいるし、下手な大学病院よりも大規模な医療施設があるんだ。生きて連れて帰ってくれば大抵の怪我は治せるかな。すごいですね。なーに、現場でこの子はもうダメだって判断された子はその場で処分されるからね。治せる子しか私のところには来ないってだけの話だよ。できることなら現場処分なんてしないで手厚く弔ってやりたいんだがね。死体を残すわけにはいかない現場が大半だし、死体を持ち帰る余裕もないとなればどうしてもね。そうですか。こういう話は苦手かね。得意な人なんているんでしょうか。確かに、だが慣れるというか麻痺はするさ。コーヒーです。あ、ありがとうございます。気をつけたまえ。彼女の入れるコーヒーはクソまずいぞ。え、まあ飲んでみたまえ。いただきます。すごい顔だな、有坂くん。すみません、私あまりコーヒーはいただかないので。いやいや、まずいものはまずいでいいんだ。それは幸せなことだよ。はあ、その昔軍隊では新兵の入れるクソまずいコーヒーがうまいと感じるようになったら一人前だと教えられたそうだ。つまり死に物狂いで戦って疲労の限界の先で生き残って帰ってきた時、そのコーヒーの味が変わるってわけなんだが、そこまで追い詰められてまでクソまずいコーヒーをうまいと感じたくはないよな。あの、野上先生がこちらをすごい顔で睨んでますけど。あれはいつもあの顔だ。別に怒っているわけじゃないさ。なあ、みんちゃん。学生の頃のあだ名で呼ぶのはやめていただけないでしょうか。却下だ。そうですか。それはそうと、もう学園には慣れたかね。そうですね、いろいろと難しいところもありますが、私と同様に一般から転職した先生に相談に乗ってもらったりしてます。美術の松山先生かね。はい、どうして。松山先生はうちでは一番の古株でね、体制が変わる前の旧美浜学園の頃からここで美術を教えている。学園のことを知りたいといえば多くの教師が松山先生の名を挙げるはずだ。その通りです。この学園のことは
松山先生に聞けと言われました。本来であれば旧体制時の教員は全員解雇されるんだが、美術関係の教員は内部で賄うことが難しくてね。それでどうかね、うまくやっていけそうかい？正直に言えばまだわかりません。確かにクラスの子たちは私が想像していたよりも手がかかりませんし優秀です。優秀かね、どの辺が？ここの学生はよく教育されています。頭がいいとかそういう話ではなく、実際できない子もいますが、できない子は自分でできないと分かった上で相談に来ます。こう言うと普通のことのように聞こえるかもしれませんが、できない子というのは往々にしてできないことを隠そうとします。でもこの学園の子たちはできないことを隠すようなことがありません。未熟を隠すことで自分の存在がどれだけ周囲に被害を与えるかよく理解していると言いますか、それはまるでできないことは恥じゃない、できないなら努力をすればいい、できないことを隠すことの方が恥だとでも考えているような感じで、それは特定の学生の話ではなくて、少なくとも私の担当しているクラスの子は全員がそうなんです。今日の授業でわからないこともあれば、後で私の研究室にといえば毎回何人かの学生が訪ねてきます。ですが何か問題でも？よく言えば従順で教えやすい学生です。でも悪く言ってしまえばまるで今から命令しますと手を上に上げれば地面に伏せてじっと指示を待つ軍用犬のようです。おお、面白いね。もうそこに気がついたか。それが悪いとは思いません。明るいし素直だし、とても可愛い子たちです。でもきっと私はまだあの子たちの本当の顔を見せてもらっていないんだと思います。そこが不満かね、学生の本心に触れていないことが。勉強を教えるだけならそれで問題はないのでしょう。事実多くの先生が詰め込むだけの授業をしていますし、それ以上踏み込むことを避けています。それが納得いかんと？生意気を言わせていただけるのなら納得いきません。教師という仕事は時には学生の人生を左右する仕事です。そんな教師が学生の表面だけを見て指導して良いものなのでしょうか？言いたいことはわかるよ。しかしね、学生のすべてを抱え込むわけにはいかないのもまた教師なんだ。私も君に彼女たちのお母さんになれとは言わんよ。それに正直学生たちも見られたくないのだろう。見ればドン引きされるのが分かっているからね。ドン引きですか？これまでの担任もみんなそうだったからね。君の前任だった A 組の担任もね、とても優しくて思いやりのある実にいい先生だった。それゆえに彼女たちの抱える闇の部分の重さに耐えかねた。いいかい、綺麗事や建前で首を突っ込めば必ず後悔する。知らなければよかった、知らなければ普通の子として接していられたのに。自分で知りたがったくせに実に勝手な話だ。男の浮気を知りたくなければ男の携帯を勝手に見るなって話だよ。もちろん見せろと言えば彼女たちは裏の顔も見せてくれるだろう。しかし見てしまえば見なかったことにはできないものだ。それでも君は見たいかね？それが教師としての仕事なら、しかし焦ることはないさ。彼女たち自身が君に裏の顔を見せてもいいと思えるようになるまで一歩ずつでいいんじゃないかな。そうですね。
こんにちは。グリザイアファントムトリガーで獅子ヶ谷トウカを演じています桜井彩音です。というわけで今回はトウカのことがたくさんわかるお話となっております。これいわゆるお当番会というやつと認識してしまっていいんですかね。結構トウカの過去がですね、少しずつ明らかになったりとか、どんな子だったのかとか結構わかったんじゃないかなと思います。なんかだいぶある子だろうなって思ってたら、だいぶなんかありました。そうですね、あの相変わらずライフルもぶっ放してますし、あの非常にかっこいいトウカも見られると思いますので、ぜひ第3巻の方も楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ようやくなんかトウカがただただキャンキャン吠えている子、ただただ口が悪い、あの雑な子っていうイメージからちょっとずつ変わっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひトウカのことを見守っていただけたら嬉しいです。というわけで、次回またお会いしましょう。獅子ヶ谷トウカ役、桜彩音でした。バイバーイ。 Windows 用ゲームソフト、グリザイアファントムトリガー3巻、7月28日発売。